はい、こんにちは、ひがおです。小人図鑑、小人の不思議実験セットをやっていきたいと思いますけど、まずね、前回で、前々回かな、小人を無事全部見つけたんですけど、魚とか虫がね、まだだったりして、あとね、これ実験もできるんですけど、この実験もなんか関係あるのかなとか、あと、まあ、小人が他に隠れ、まあ、キャラみたいな、が出てくるのかなとか、なんか、まだね、気になることがいろいろあるしね、あと、仏赤羽の帽子も持ってたんですよね。最後ら辺で。あれも今ね、ちょっと最初から男の子からやってみたら、ないんですよね。あの帽子も。だから、いつ手に入れたのかなとか思って、あれも。で、持ってたのが、隠れ桃尻の服ですね。今着てますけど。はい、ということでね、今もう、ちょっと村の人に挨拶だけはしました。だから、まあ、どういう風に進めていこうかなと。この辺はもう最初にやってるんです。ですよね。この辺はもう最初にやってるんで、どういうふうにしようかなと。まあ、ちょっとね、もう見てて退屈そうなところは省いていって、もう会話とかはね、極力省くんで、ちょっと短く簡単にわかるような感じの、2回目はそういう感じでいきますね。男の子の場合はね。博士の会話とか村人の会話とかを、ちょっと省いていくと思うんで。長々なっても申し訳ないんで。おっと、久しぶり。懐かしいな、このひょうたん。ぶら下がったひょうたんの中に小人が隠れているかもしれませんよ。これだと思うひょうたんにカーソルを合わせて A ボタンを押せば確かめられます。よく観察すると他のひょうたんとの違いが見つかるかもしれません。では頑張って見つけてくださいね。OK。はい、写真を撮りましょう。顔真っ赤っかですね。飲み病炭。見つけたようですね。この小人は飲み病炭と言います。瓢炭にそっくりですね。蔦のようなトーチンで瓢炭の木にぶら下がり、その栄養を吸って暮らしています。日が経つと体の色がオレンジ色に変化します。そうするとトーチンの蔦を切り離して地面に落ちるみたいですよ。日が経つと夕方とかなると、体の色がオレンジ色に変化して、トーチンのツタを切って、地面にポトッと落ちる。へえ。この小人は実験コーナーで実験ができます。これはもうね、前回の時に一度捕まえた時に実験したんでね。まあ、実験コーナー省いて次見つけますか。水を博士からもらった。あ、でも実験行かないといけないのかな？おお、落ちていった。じゃないか。のマークのある場所はアイテムが落ちていることがあります。まあ、これも一度やってるんでね。さあ、何を拾うのか。コイン。違うね。あ、やっとここか。ここにいたんだ。牛舎だ。いるといいな。非常にね、これ難しいっちゃ難しいんですよね。やっぱちゃんときっちりか、お、いた。会話をね、聞いて、やっていかんとね、出てこないからね、小人は。では、撮ってみましょう。はい、カシャ。いいね、ぶら下がってますね。コーヒー牛乳好きなんですよ。はい。小人発見おめでとうございます。ちょっとお話しさせてください。この牛のようなものの小人は、絞り大乳というんですよ。これはもう皆さんおなじみの小人ですよね。トーチンという頭の部分を使って、牛の乳を取り入れて栄養にしているのです。ちょうど牛の乳を吸っているところですね。そっとしておいてあげましょう。はい。この小人は実験コーナーで実験ができますよ。図鑑のページを開いて Y ボタンを押して実験してみてくださいね。まあ、録画では実験ももう今回はあんまり取らないと思うんですけど、一応、なんかね、結構僕実験もやってたんですよ。前回の時にね。だけど、なんか、このね、実験もちゃんとしたらなんかアイテムもらえたりするんかなとかね、思うんだよね。なんか、実験でいろんなアイテムをね、手に入れたのを使ってやる感じなんで。だけど、まあ今回はもう一度、こう一周やってるんでね、女の子キャラで。だからまあ、ちょっと省いて探すとこだけでも大まかにね、やろうかと。今回しっかりね、虫とかもね、録画外でがっつり取りに行こうかと思っておりますね。はい。
ということで、今回はね、久しぶりに恋人の不思議実験セットをね、男の子で始めてみました。今回はこの辺で終わりたいと思います。いつもご視聴ありがとうございます。ではまた、バイバイ。